ったわ。ん？ケータはモノさん、ノベさんのことどう思ってますか？どうって、すごく大切な方だと思ってるよ。それがコノハさんだっていう事実はまだちょっとうまく消化できてないんだけど。天道さんよりですか？お、なんで千秋がそんなこと聞くの？あ、いえ、すみません、ついつい。大した意味はないのです。うん、天道さんだってすごく大切な存在だよ。だから今お付き合いさせていただけてるっていうのはすごく幸せなことだよね。でももちろん上原くんもアグリさんもすごく大切な存在だよ。それに千秋だって、ついこの前まで友達ゼロ人のぼっちだった僕がこうしてみんなと遊んでるなんて想像もしてなかったよ。それもこれもあの日天道さんが僕に声をかけてくれたからなんだよね。今はまだ天道さんが僕のことをどう思ってるのかよくわからなくて辛いこともあるんだけどさ。ケイトのくせに調子乗りすぎです。なんなのさ、そっちが話振ってきたんじゃないか。おあ